突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは帰り自宅しながらかな。ライジントリガーが先にあるせいか、12月に入ってないからなのか、まだあまり実感が湧いてこないのですが、着実に1日ずつ近づいてきております。12月4日、堀口恭司選手 VS セルジオペティス選手、ゴング格闘技さんが堀口恭司選手にインタビューしてくれており、その要約となります。そして今回、セルジオ選手のセコンドに平本蓮選手がつくということに対しても、堀口恭司選手、答えてくれております。それでは早速行きましょう。まず、軽量の心配はない。そして、ベースが空手なので、試合前は必ず空手の練習をやっている。距離とかの練習。あとは、体調管理するだけと。技術や作戦の面はもう済んでいて、ここまで順調といった感じ。今回のセコンドはマイク・ブラウン、堀口恭司選手の兄健太さんと ATT 勢、今回二兵艦長の三男、親友でもある堀口恭司選手いうところのコウちゃんは渡米してこれず、そのメンバーとのこと。そして堀口恭司選手は平本蓮選手がセルジオ選手のセコンドにつくことをすでに知っていたようで、感想はだからと、そして笑いながら、なんでセコンドにつくくらいであんなに発信してんの、何のためと。で、記者の方がキャリアの異なる平本蓮選手のアドバイスはセルジオ選手にとってどこまで有効なんでしょうねと尋ねると、堀口恭司選手はそこが違うんで、わざわざアメリカに来てこっちで練習してるんで、そんなに甘くねえぞってところは見せたいっすねと笑っていたようです。そして大けが、朝倉海選手戦での敗戦、手術の話に遡り、当時の心境を聞くと、ちょうどいい休みになるし、今後ベルトを取り返した時のいい復活ストーリーになるなとワクワクしていたそうです。この辺がね、堀口選手の超人的な強さで、普通の人と全然違うところですよね。昔、小さいことでくよくよするなというタイトルの本ありましたが、こちら大きいことでもくよくよしない。そしてリングからケージになることについては変わらない。同じ。ただリングだとロープ際で組むとすぐ飛び出ちゃうからケージの方がやりやすいと。で、SNS に関しては、苦手でわからない。反応も気にならないし、自分との戦いに集中していて、練習だけを何の問題もなくやっていて不安もない。一言で言うと、鈍感力なのかも。いつものことをやっていれば勝てると思っています。と、そんな風に常に不動心なので、緊張もしないので、試合前に気持ちを上げるようなルーティンもないのだとか。そしてセルジオ選手については、キックボクシングを基本として距離は近め、下からの柔術技は要注意、バランスが良く穴がない、カウンターを狙ってくると思うので一瞬の気の緩みが勝負を分ける。そして対セルジオ対策のとっておきもいくつか用意しているようで、フィニッシュを狙っている。しかし圧勝には結果なれば良いが、それよりもしっかりとした戦略で勝てるプランでいくと。試合の意気込みとしては、俺が本当のチャンピオン、ベルトを日本に持ち帰る、そんな姿を見せたい。今回自分がしっかり勝って、僕もああなりたい、なれるよって子供たちに夢を与えたいと思っていると。日本での注目の選手は、平達郎選手に西川大和選手、鶴谷玲選手、すごく強くなると思うと。那須川天心選手のボクシング転向については、やるからにはトップを。そして最後に、人間ってこんな動きができるんだと、この競技にしかない迫力を感じてほしい。ライジン代表として世界レベルの戦いを見せたい。セルジオ選手はすごく強いので、いい戦いになる。ベルトを巻いた姿を楽しみにしていてくださいと、再度2団体のチャンピオンになることを誓っておりました。記事を読んでるだけでも熱くなってきますし、堀口恭司選手が手に入れた鋼のメンタル、堀口メソッドをぜひ知りたいですね。ちなみに平本蓮選手はこのゴン格さんの記事に対して、堀弁パロディ間違った方向に進んでて草と暗号のようなツイートをしているのですが、この堀弁は朝倉未来選手のところの堀弁護士のことで、
これ時系列でいくと、まず堀弁護士が過去朝倉未来選手が斉藤豊選手と戦う前にこのようなツイートをしておりまして、ライジン25予想1ラウンド KO 朝倉未来 VS 斉藤豊、斉藤選手はいい選手ですけど終始未来くんの打撃のプレッシャーで後退して何もできずに嫌になりながらパンチで KO されるでしょう。シュートの世界王者と朝倉兄弟では大きな差があります。日本人では朝倉兄弟に勝てませんと。でその後平本蓮選手がこれをパロってこのようなツイートをしました。予想1ラウンド KO セルジオペティス VS 堀口恭司。堀口選手はいい選手ですけど終始セルジオの打撃のプレッシャーで後退して何もできずに嫌になりながらパンチで KO されるでしょう。堀口選手とセルジオでは大きな差があります。日本人ではセルジオ兄弟に勝てませんとこのようにしたのですが、元ネタを知らない人には平本蓮選手がガチでこう堀口恭司選手 VS セルジオ選手の試合の予想をしたとね勘違いしてしまいますよね。できっと堀口恭司選手もそのうちの一人なんだろうなという意味の堀弁パロディ間違った方向に進んでて草という意味だと思います。ややこしいんですよねこれ説明が。さらにその後平本蓮選手は堀口恭司選手がインタビュー内で鈍感力で勝つと発言していたことから鈍角の鈍感力が一番すごかったともツイートしており、これは堀口選手が堀弁のパロディに気づかず発言したものをそのまま真に受けて記事にするなんて記者として情報や前後関係から察する感性が鈍感だなという意味だと思われます。なので逆に平本蓮選手はこれだけの説明が必要になるものをあの短いツイートでパッとその端々だけ捉えて出すあたり超敏感なんだなと思いました。このあたりはですね、リアルタイムで把握してない人にはややこしいやり取りになると思いましたので、このように一応記録として残しておくことにしました。そしてもう一つ、平本蓮選手。最近の平本蓮選手は、浩司選手に対して悪意はなく、どうそれを調理すれば一番美味しくなるのかという、一種の料理は愛情状態にいると思うのですが、平本蓮選手は、浩司選手は今のコーチ陣などのそのままの環境ではこれ以上強くなれない。でも俺がコーチすればもっと強くすることができるので、アメリカにコーチを呼んで教えて、で試合で俺がコーチのセコンドにつくというアイディアを持っているようで、その発言に対してルイス・グスタボチャンネル公式ツイッターが、@LENMMA とメンションってことですね。平本蓮選手に言ってますよということで、平本蓮選手、浩司選手をミルウォーキーに呼んでも強くならない。彼は日本人と三つ輪マーケットのあたりをうろつくだけだ。この三つ輪マーケットっていうのはアメリカにある日系ショッピングチェーンですね。そのあたりをただうろついて帰るだけになるだろうと。でも君は世界でも戦っていける。国際戦で日本人を盛り上げませんか？埼玉スーパーアリーナに上がりたい選手は世界中にいますとツイートしたところ、これに対して平本蓮選手は、浩司選手の悪口を言うのはやめてくださいと返しております。はい。もう何でもいいみたいですね。説明系が続いたので、スカッと分かりやすいやついきましょう。これは中村慶太郎選手やジョニー・ケース選手らとも対戦経験を持つ元 UFC ファイターアンソニー・ロッコ・マーティン逮捕のニュースになります。さあ、今回は元 UFC ファイター一体どんなことをしでかしたのでしょうか。UFC では15戦もしてるようですね。ライト級とウェルター級でやってた選手になります。11月20日土曜日午前の1時半、警察にラスベガスのシーザーパレスというカジノから通報が入り、駆けつけ事の顛末を聞いてみると、それより少し前にマーティンはなんとそのカジノの廊下で放尿をしていたらしいです。それを発見したセキュリティマネージャーは彼に身分証の提示を求めたところ、それを拒否し、さらに激高し、セキュリティマネージャーはそれは不法侵入にも当たると警告を与えてこの場から立ち去るように忠告したが、マーティンはそれを無視し続け、さらに両手を上げて後ろに下がるように頼んだところ、マーティンはそのセキュリティマネージャーの喉を殴ったそうです。はい。警官はこれらの成り行きの映った防犯カメラをチェックし、マーティンを逮捕。しかしマーティンはこれは不法逮捕だと訴
訴えたようですが、アルコールと違法薬物の影響下にあるようにも見えたと。しかしその日の午後には釈放され、微罪、軽い罪になるでしょうとのことです。これは薬物をやるとまずはペットトレーニングからになってしまうという教訓でいいのでしょうか。はい、おしっこはトイレでしないとダメ、人の喉ついちゃダメ、これは厳守したいですね。それではもっとわかりやすいニュースいきましょう。ドラゴンボールで孫悟空らが海王拳などを限界以上に使うときに発する言葉を大木久保博正選手も使っておりました。ツイッターになります。練習後パンツを見たら、う、マルコがついていた。もう少し持ってくれ、俺の体と。はい、悟空たちは地球を守ってくれますが、大木久保選手のパンツはジムのマットなどに、う、マルコがつくのから守ってくれているようです。放尿の跡が、う、マルコのニュースという大変切れ味の鋭いものになったんじゃないでしょうか。そしてこの堀口選手とセルジオ・ペティス選手の試合、 U-NEXT で独占ライブ配信されますが、日本語、英語、マルチチャンネルでの配信で、さらに会場を作ってそこに解説者とゲストをお招きして日本語でね、完全に配信するともおっしゃってまして、でその解説がですね、セルジオ選手とも関係があって、堀口恭司選手とも戦ったことのある石渡塾長なんじゃないかと私は読んでいたんですが、違くてですね、解説は川尻達也さんで、ゲストは剣道小林林さんのようです。川尻達也さんはツイッターで12月4日土曜日9時からセルジオ・ペティス VS 堀口恭司、解説として参加させていただきます。一緒に堀口選手の試合を楽しみましょう。 U-NEXT で独占生中継、契約はお早めにとツイートしております。ちなみにメインの堀口選手の試合は12時からのようです。そしてこちら、朝倉未来選手の喧嘩1000万円企画、4人目のチャレンジャーとして注目されながらも、肋骨の骨折ということでドタキャンとなってしまった田中聖さん、現在このような状況にあるようです。自身のインスタグラムへの投稿になります。ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。すぐにでも YouTube などで動画を上げるつもりだったのですが、診断書のない状態での動画でないと意味がないと判断し、現在診断書を発行してもらっています。診断書の発行にも時間がかかるため、動画を出すタイミングが遅くなっている状況です。申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。で、 DM にてたくさんの意見をいただいておりますとし、賛否両論、自分への厳しいご意見は真摯に受け止めますが、誤解と気づかず死ね、ゴーロクス、コーロですね、などの過度な誹謗中傷、関係のない家族への誹謗中傷に関しましては弁護士と相談をし法的手段を取らせていただきますのでご了承くださいと、まあこのようにねあるんですが、これ問題はやはりね、今は誹謗中傷したもん勝ちのね、ネット社会システムになっているところだと思うので、情報開示請求の手続きをもっと簡単にできるようにして、あとね、罪をもっと重くする。でですね、さらに私はネットを半年とか1年使用禁止令とかね、これは答えるんじゃないでしょうか。何人にもね、コンピュータ関係触っちゃいけないと。でもそれが開けた時に溜まってたものがまた火を吹いちゃうのかな。それじゃあ困っちゃうけどね。そしてこれは青木真也選手、朝倉未来選手の先ほどの喧嘩1000万円企画に対しての発言かどうか分かりませんが、このようなツイートしております。子供に見せられないとか、子供に悪い影響を与えると言うけれど、それを教えるのが指導者であり親の仕事、側だけ整った中身スカスカ、バカ言ってんじゃないよと。でさらにこの後ですね、朝倉未来選手が謝罪したことについては、ここでこれを言ってしまうと団体戦としてチームで作り上げていたものが崩壊してしまうのではないかとも苦言を呈しております。確かに大沢健二さんね、この企画めっちゃ面白いとか、まあ、緊張感があってすごかった後ね、番組を盛り上げるためだけに言っていたと思うのですが、急にはしごを外されてしまった感も出てくるので、まあこっちの目線から見るとこうだし、あっちの目線から見るとそうだしということで、真っ二つに白と黒で二分できる問題じゃないのかもしれないですね。しかしその後AI とかがね、今後出てきて発達して、これが何ポイント、これが何ポイントで悪い、じゃあこういうことやったらマイナス何ポイントですね、じゃあ合計していいか悪いかっていうのがね、未来になれば出るかもしれないですね、数字として。そしてこちら、朝倉未来選手に柴田とは絶縁したんでとガチトーンで言われてしまった柴田さん、言ってはいけないことをたくさん言ってきた、喧嘩1000万円企画に対して正論を振りかざしていたが、本当に俺に言いたいなら LINE でもいいだろ、
わざわざ動画にして収益を得ようとするなと言われての翌日、36歳、友達ゼロ、また友達を失いましたというサムネ画像と、朝倉未来に嫌われたかもしれないというタイトルで即動画を出しておりました。はい、朝倉未来選手に柴田は病気と言われてましたが、本当にこれはね、不治の病かもしれないですね。タイトルクリックして、しかも速攻で CM が始まりまして、 CM で笑ったのは初めてですよ。全然収益得ようとしてます。でもまあね、それは私も別にいいんじゃないかと思うんですけどね。そして柴田さん、朝倉未来選手の謝罪動画を見たとし、先ほどの俺に言いたいことがあるなら直接 LINE してくればいい話、動画にする必要はないに対して、それには理由があるとし、朝倉未来に LINE で言ったところで、ああそうだね、次から気をつけるよで終わるだけだと思ったので、あえて世間に対して問題提起をしようと思ったと。そして収益のことについては、お金の部分はあるけどそれはしょうがないでしょう、こうやって生きてるんで。民放のテレビのニュースにどんなものでも CM が入ってるのと一緒だと。それはそういうもんなのでしょうがないと。そして言ってはいけない秘密を柴田さんが言ってしまったことについて、でどうやらこれは柴田さんが朝倉海選手には実は昔から付き合ってる彼女がいるとバラしてしまった件のことらしくてですね、柴田さんが直接確認したわけではなく、朝倉未来選手から聞いたことを言ってしまったと。これについては、最初は弁護士 YouTuber の動画見てたら、ここまでの暴露は OK だって言ってたとし、友達のルールと法律をごっちゃにして何とかしようとしていたのですが、途中で諦めて、ああ、俺そういうやつだし、俺そういうやつなんだもんと、何の言い訳にもならないけど、YouTube の前はニコニコ生放送をやってて、その前はピアキャストというのをやってて、その頃から誰かが失敗とかしたらそれを掘って、それでずっとずっと生きてきたんだもんと究極の開き直り。ただ柴田さん的にはこれはギリ暴露しても OK なレベルと自身で判断したらしく、ここでこれを言わなかったら俺のここまでの8年の YouTuber 歴を否定したことになるとプロ根性を見せてのことでもあったようです。なのでおかげで友達は本当にいないと。これだけ長くやってれば普通友達や後輩ができるが、俺プライベートでお酒も飲みに行く人マジで0人なんですよ。でもこれでいいと思ってる。考えてみれば昔から友達はいなかった。人との距離の測り方がつかめない。で柴田さんが朝倉海選手の恋人のことをバラしてから、朝倉未来選手が自身のサブチャンで柴田さんの動画をみんなで通報してバンさせようぜと呼びかけたらしく、柴田さんはその時にこの人とは距離置いた方がいいなとは思ってたけど向こうから願い下げだったようで、そして絶縁といってももともと動画のコラボでしか会わないし、遊びに行ったりとかも一回もないし、絶縁と言われてもあんま状況は変わんないと。たまに1年に1回ぐらいやるコラボがなくなるだけで、なので何の影響もないっちゃないんだけど、今後本当に絡みがなくなるんで寂しいっちゃ寂しいですけど、まあこれが俺なんでと言って終了でした。この後のエンディングの悪口が止まらないが今回はやけに染みましたね。これグリム童話みたいのの現代版で、ぼっちになった YouTuber とかいうタイトルで新しい絵本として作れば、今のね社会の人たちに教訓を授けることができるんじゃないでしょうか。見事なモラルテールですよね。こういう教訓話のことですね、モラルテールは。でも今の時代、友達もいないのも普通、お金もないのも普通になってきましたから、お金はたんまりある分まだそこまでの悲壮感はなかったですけどね。そしてこちら、須田理央剛選手。昨日ですね、厄年だとか本当に辛いなどとツイートしていたということは当チャンネルでもお伝えさせていただいていたのですが、その真相が判明いたしました。新しくツイッターへ投稿されたものです。スクショされたものが添付されており、そこには文章がこうあります。いつも応援してくださる皆様へ、先日練習中に怪我をしてしまい、緊急で手術、入院が決まりました。大晦日大会が迫る中、すごく気合が入ってた分、少しショックがでかいです。
復帰までは少し時間がかかりますが、また大好きな雷神の舞台で復帰できるよう頑張ります。またスリルと興奮を皆さんに届けます。少しばかりお待ちください。これからもよろしくお願いいたします。とアメリカ武者修行から帰ってきてすぐ試合と言っていたので、もしかしたら対戦相手などがすでに決定していた中でだったのかもしれませんね。そしてこちら、ライジントリガーメイン、ライジン公式からアップされた庄司選手のプレパレーションになります。これラストに庄司選手の精神部分が語られるんですが、これが非常にいいので、ぜひ最後までお付き合いください。はい。あ、そうそう。それでプレパレーションでね、取り上げると、試合勝てない説ありましたが、浩二選手もね、プレパレーションされましたが、無事勝利し、そのオカルト要素もね、だいぶ薄まってきたんじゃないでしょうか。庄司選手、トライフォースで朝倉兄弟と練習してますよね。で、朝倉未来選手が今度の対戦相手となる萩原恭平選手と戦ってますので、アドバイスを庄司選手もらってるようで、朝倉未来選手の試合展開予想としましては、プレッシャーがすごいのは前回負けてるので、萩原くんの方だと思う。2連敗は避けたいだろうし、メインだし、勝って当然と思ってくると思うが、そういう圧がかかった状態で本来の力が発揮できるのかどうか、庄司さんが萩原くんの癖にどれだけ合わせれる練習をしているかにもよるが、拮抗した戦いになる。庄司さんはテイクダウン能力もあるので、打撃だけで戦おうと思ってる萩原くんよりも最初から両方で戦っていくと決めている分、庄司さんの方が覚悟が決まっている。庄司さんはテイクダウン取ってもおそらく寝技を決める気はなく、パウンドだと思う。最後は根性勝負のバテバテの展開になると予想。判定になるかはわからないが、と。庄司選手、殴り合いで行くみたいに以前語っておりましたが、テイクダウンも十分考えにあるようですが、この後焼肉屋で、語るシーンというのがありまして、そこでですね、何も伝えられない、ただ勝つだけの試合ではダメと言っていたので、ただ潰して判定で勝つみたいなことは狙ってないと思いますので、展開の中で組もあるぐらいかなと、あとは朝倉未来選手の萩原恭平選手サイドへの組もあるぞというね、援護射撃も少しはあったんじゃないかなと。そして朝倉海選手の庄司選手の票は、庄司選手は試合だと打ち合いに行くが、一緒に練習してるとよくわかるが、フェイントが上手かったり細かい部分でのテクニックをすごい持ってる。朝倉海選手の予想する今回の試合展開は判定にはならないと思う。打撃戦になって寝技の展開にもなると思うが、どっちかが決めるか KO するかという試合になると思う、と。そして庄司選手、どこでも庄司というニックネームは自分で気に入ってるようです。語呂がいいのでそこがいいと。朝倉海選手と庄司選手は本当に仲良さそうで、本人らもお互い知り合ってまだ1年とは思えない。何十年も前から遊んでいる友達のように気も許し合える間柄と語っていて、庄司選手はその理由を志が一緒というのがでかいと思う。年齢とか関係なしにと語ると、朝倉海選手は一緒にやっているからこそ分かることが多いと、二人して人生分からないよね、と。で、庄司選手は現在38歳で、朝倉海選手にその年齢まで格闘技やってると思いますか?と聞いたところ、絶対にやってないです、と。まあ、さすがにそうか。で、同世代で仲のいい格闘家は庄司選手、先輩だが所秀夫さんや、庄司選手、以前ブレイブジムでトレーナーをやっていたこともあるので、宮田和幸代表だそうで、よく飲みに行ったりするそうです。他はいないと。そしてライジンにもずっと出たかったし、朝倉兄弟と練習させてもらって、数年前の自分なら考えられない。今、人生の波が来ていると思う。感謝しかないと。そして庄司選手の意外と知られていない生い立ち行きましょう。3人兄弟の末っ子、姉、兄、庄司選手。父親が中1の時にくも膜下出血で亡くなり、それが人生の中での起点、一番の衝撃だった。母親を絶対に助けなきゃいけないと思い、プロ野球選手を目指し、高校3年間頑張るもレギュラーになれず、同級生はドラフト1位で日ハムに入り、それを見てプロ野球選手を諦め、しかし何かしらのスポーツ選手にはなりたいと思っていたので、その頃プライドや K1 を見ていて格闘家を目指したらしいです。
ちなみに同級生でドラフト1位指名されたのは、その後オリックス、中日と渡り歩き、現在中日でスカウトをしている八木智也さんですね。ちなみに八木さんの奥さんの弟が里志壮座選手とも戦った徳留和樹選手のことは有名な話ですね。そしてやはり萩原恭平選手との試合は噛み合う試合になると、記者会見で対峙した時バチバチで来られたらどうしようと思ったが、すごくいい好青年で煽り合うというのが全てではないし、一番大事なのは試合を見てる人に感動や勇気を与えることが本分だと思うので、敬意を持ちつつ死ぬ気で倒し合うのが一番日本人らしい姿だと思っている。そういう戦いができる相手、アメリカは煽り合って喧嘩の延長みたいな図式になっていて、日本もそれを真似しているが、日本の文化には武士道があって、敬意を持ちつつも命を取り合う潔さ、男らしさ、海外の人が日本に魅力を感じているのもそういった日本の精神だと僕は思っていると。ただ強い弱いの勝ち負けだけなら UFC を見ればいいわけだし、でもそうではなく日本人の凄さというのはそういった中身、精神部分にあり、特に自分は侍という感情を背負っているからこそ、そういったものを今の若い子たちにリングを通して伝えていきたいと思っていると。勝ち負けを超えた感動や素晴らしさというのを自分は見せていきたい。そしてメインが MVP と言われるような試合にしないといけない、生き様を見せたいと語り終了です。はい、格闘家負けたら全てを失って得るものは何もないと考える選手が、まあ、多数いる中、その覚悟を持ってプロとして面白い試合を見せたいと意気込むこの姿勢、まさに昨日やらせてもらいましたが、榊原社長言うところの勝ちっぷり負けっぷりのいいライジンが求めてる選手なんじゃないでしょうか。でもこういうの聞くとね、がぜん試合が楽しみになってきますし、まあ、さらに贅沢な悩みなんですが、どっち応援するか困っちゃうっていうところもありますね。そして萩原恭平選手のツイートがこちらになります。減量で体重が落ちてくのと同時に神経も研ぎ澄まされてくる、いい感じやハートと。そしてこちら、キュルルンカイピョンと久保優太選手も当時ですね、イケメン枠の時はこう呼ばれておりましたね、久保キュンと。そして妻のサラちゃん、あとは朝倉兄弟のマネージャーの宮島くん、4人でのバーベキュー動画になります。でも宮島くんは一言も発してなかったですね。タイトルは沖縄で大晦日について話してみたです。この日の前日の夜、朝倉海選手が急遽久保夫妻をお誘いして決まったバーベキューらしいのですが、サラちゃん朝倉海選手に緊張してだと思うのですが寝れなかったらしいです。朝倉海選手に埼玉スーパーアリーナで久保選手の入場で生歌披露してたからメンタル最強のはずでしょうと突っ込まれておりました。確かにという感じですね。そして格闘技の話しましょうということで、まず久保優太選手にそういえばあったなという感じなのですが、久保選手が K1 を辞めた時はボクシングに転向するというのが理由でしたよね。で、今はあれどうなってるんですかと聞くと、久保選手はボクシングの練習は全然やってない、総合格闘技の道で絶賛ハマり中ですと、いっぱいはしましたがモチベーションは全く下がってないようです。そして誰とやりたいというのは特になく、3、4試合くらいして雷神のルールに慣れて、そこからベルトを目指したい、総合格闘家としても大成したい気持ちがあると。朝倉海選手のモチベーションは海外の UFC、 そこを目指しているので、本当は今やってるバンタム級トーナメントにも出場したくなかった、ただ日本の格闘技を盛り上げるという意味では良かったけど、なので確実に優勝しないといけない、プレッシャーは最初はあったけど、今は井上直樹くんが勝つでしょみたいに言われてるので、今はそうでもなくてふざけんなよと思って逆にモチベーションが上がっていると。そしてここで朝倉海選手のハエ取り講座、フライのハエですね、始まりまして、バーベキューのお肉に一匹止まったようで、しかし朝倉海選手は両手でパンとやって捕まえてよそにポイッと、これ僕100発100中で捕まえられるんですよ、パンチと一緒でハエが止まっているところをめがけて捕獲しようとしても無理なので、その上10センチほどのところをハエが飛び立つ前提でめがけてキャッチすると、朝倉海選手曰く絶対捕まえられるのだとか、これはカウンターと一緒だと言って、さらにもう一匹捕まえてみてました。
ハエを捕まえたい人はね、ぜひやってみてください。ちなみに久保優太選手は失敗してましたね。飛んでる蚊の取り方もぜひ私は知りたいところではありますが、とこんな感じでさらっと終了でしたが、次回が吉成名高選手とのコラボのようなので、そちらも楽しみに待ちましょう。そしてこちら第68代横綱元朝青龍関ドルジーさんですね。現在細木和子さんが亡くなった関係だと思うんですが、それで手を合わせるために来日、そのまま滞在中ということでいいと思うんですが、9月30日に引退した横綱白鵬関、長い間お疲れ様でした親方として相撲道に期待しますとツイートしてですね、そこに添付されている画像はなんとあの因縁深かった2人なんですが抱き合っている姿というもので、これは非常に感慨深いものがありますね。はい、そして本日最後は成人の須鍋光久選手のツイートをやらせていただきます。今回パンツスポンサーについていただいた半額90万円を自分が管理する復興支援金に貯金、過去に被災地に遊具の寄贈、医療従事者へマスクの寄贈をさせていただきました。ご協力くださったスポンサーの方々どうもありがとうございましたと、その預金通帳もね、実際にあの写真で撮ってツイッターに添付してくれております。そしてですね、過去須鍋さんがマスクを送ったりですね、復興住宅に遊び場をというのが新聞記事になっておりまして、それもスクショして添付してくれておりまして、さらにですね、このパンツスポンサー様、どなたがっていう名前が全部出てるんですが、中に戦うフリーター所秀夫選手の名前もありますし、須鍋選手の YouTube に一緒に出られてカルペディウム沖縄の代表ということでいいのかな、南さんの名前もありました。はい、というわけで本日は以上となります。で、今日はラストにですね、パラエストラ東京の中井裕樹先生がリツイートした日ハムの新庄剛志ビッグボスのこんなツイートをご紹介させていただいて終わっていこうかなと思っております。合気道の先生をしてたお父さんに、小学2年生の時に頭が痛くて頭痛の薬をちょうだいとお願いしたところ、甘えるな、しかし数秒後に今日だけやぞと薬をくれた、喜んで薬を飲んだら2分で頭が痛いのが治った、お父さんにありがとうと伝えたら、強し人間気持ちばい、その薬は下痢止めだったと。はい、なので病は気からということで、私今とてつもなく眠いんですね。ここ最近の早起きがたたっておりまして、明日はゆっくりね、昼ぐらいまで寝たいなというふうにも思ってるんですが、なのでこの病は気から戦法でこの眠気を取ってみようかなと。なんか言われてみれば、生まれた時からこんな感じの頭のぼーっとした感じだったかもしれない。冴えてる時の方がドラッグをやったような、ドーピングをしたようないけない感じ、実はこれが普通で、なんともない日常生活が送れるような気に全然なんないですね、この眠気だけは。はい、すごい眠いな、マジで。だからあれですもんね、睡眠っていうものがあるんですもんね。これは寝なきゃ取れないんじゃないかなと。はい、私はね、これからもこうやって言い訳を繰り返して生きていくんだと思いました。はい、高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。それにしても眠いねえ。ん、ギャー、目が覚めた。